2023年7月31日月曜日、日本時間夜10時を回りました。極楽研究所第120回スタートです。皆さんこんばんは。俳優声優そして極楽研究所所長の石野隆三と、はい、アシスタントの諸角啓佳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週もこの2人でお届けします。今なんかすごい間があったのはやっぱり Bluetooth のせいなのかな。Bluetooth のせいです、間違いなく。そうか、こんなにタイムラグあるんだね。もうあれですね、なんだろう、中継でタイムラグがある人みたいな感じの間じゃないです。5、6秒ぐらいありますよ。そんなにはないと思うけど、なんか微妙な間ができるね、やっぱ Bluetooth、ね、本当ですか。うん、微妙な間が一国道産状態です。国産状態って、はい、ここです。本当になんでだろう、嫌になっちゃうな。まあまあ、しょうがないよね、やっぱりどうしても Bluetooth って遅れてくるんでね。まあまあいいでしょう、早く充電、はい、でもそれプラスアルファで電波の不安定もあります。はい、うん、まあ、まあまあ、充電が無事に進むことを祈りつつ、さて、この極楽研究所はですね、知的な楽しいを極めるをテーマに、いろいろなね、話題に、まあ、取り上げている番組でございます。毎週ね、気になるテーマを掘り下げてみたり、朗読劇や語りなどの音声表現をやってみたり、私が面白いとかすごいと思った方をゲストにお迎えしてですね、お話を伺ったりですとか、それから皆様からのご質問にお答えしたり、まあ、とにかくですね、知的に楽しい、面白い、すごいと思えることは何でも取り上げていこうという、そういう番組でございます、ね。前回からね、知的にという、はい、知的なというのをね、あえて入れるようにしております、ね。楽しいって言うと、なんだよこの番組笑えねえじゃないかみたいなことをね、はい、思われてもちょっと困るので、まあ、笑える楽しさもいいんですけど、ね、そうそう、なんだろうな、この知的な楽しみっていうのをね、まあ、追求する番組もあってもいいじゃないかと、ね、そういう趣旨でやっておりますのでね、もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやね、それからコメントお寄せください。また皆様のお友達にもこの番組ご紹介いただけたら嬉しいございます。画面の下のところにね、シェアボタン、左から3つ目矢印マークのシェアボタンがございます。それから各種 SNS にねリンクを飛ばすことができます。ウェブブラウザーでアカウントなしで見ることもできますのでね、ぜひ皆さんのお友達にもご紹介いただけたらと思います。さあ、それではね、今日も、はい、知的楽しいを極めてみましょうか。はい。はい、まあ、ちょっと始まる前にもね、少しお話ししましたけど、やっと3月に、はい、ニューロ光申し込んで、うん、やっと先週使えるようになって、もうなんとこの4ヶ月待たされて、なんか2回工事が、ね、そうそう、2回工事が必要なんだけど、うん、その1回目の工事が終わってからさらに2週間待たされてね、間がこううまく調整がつかなくて。うん、やっと使えるようになったんだ。何すいません、間がひどいからもううまく喋れなくなっちゃう。その2週間待たされる前が、なんていうんですか、着工されるまですごい待たされたってことですよね。そうそう、まあ自分の持ち家ではないので、大家さんのね、許可を取らなきゃいけないんだけど、うん、そのまあ技術的なことがあるから、私からじゃね、ちゃんとした正しい説明ができないので、うん、まあ、その代行をお願いしたわけですよ。うん、でね、それがまず許可が取れるまで、まあ、工事してもいいよと。ね、そういう工事だったら、まあ、壁に穴開けてもいいよみたいな、それが取れる、その許可が下りるまでがまず相当かかって、2ヶ月以上かかったかな。それから、
やっと工事ができるよってことになって、それでその工事が最短でいつですかっていうののすり合わせでまた1ヶ月ぐらいかかってみたいなね。で結局なんだかんだで実際に回線が使えるようになるまでおよそ4ヶ月かかりましたね。長かったうわそりゃ大変だ、はい、ただね長かったですね、うん、ただねやっぱりそして地点がはい、うん、ただね、うん、早くなったことはもう間違いなくて、今までねその状態が良くても85メガぐらいしか出なかったんだけど、今700から750ぐらい出てるんで、うん、なんでね、いろんなものがだいぶ快適になりましたね、うん、特にね、いつもね、うんうんうん、アーカイブを YouTube にアップしてるんだけど、まあ、2時間ぐらいの番組になった時にレンダリングはね、Mac スタジオ使ってるからだいたい15分とかからないんですよね。13分ぐらいで終わっちゃうんだけど、うんうんうん、その後1時間ぐらいアップロードにかかってたわけ、うん、今まではせいぜいねアップロード速度ってね4メガいくかいかないかぐらいしか出ないんだよ、うちのそれまではね。で、今80以上出るからすると20倍ぐらい、うん、アップロードの速度がね、うん、そうするとねそれはいいですね、レンダリングを始めてからアップロードが終わるまで30分とかからないってことなんで、25分とかからないぐらいかな、うん、だからだいぶ時間が短くて済むようになったんで、非常にね、仕事しやすくなりましたね、うん、あとねやっぱりそれは何よりでございます。いろんな最近のアプリとかサービスとかってネットワーク経由でね、いろいろやり取りをしているソフトとかサービスとかって結構あるんで、そういうのがね若干ほとんどですよね、早くなった気もするっていう、うん、だからすごいな、素晴らしい、はい、さて、遅延が本当にひどすぎて、会話しにくいな、これ多分諸角さんはすぐ答えてくれてるね、ちょっと一瞬こっち変えますよ、うん、いいよ、これ多分すぐ答えてもらってると思うんでしょ、言われてる音声通りに答えてるんですけど、うん、多分すぐに答えてくれてると思うんだけどだいぶ遅れるよねこれさ、充電しながらめっちゃ遅れてびっくりしてます。充電しながらね使えるっていうのがあればいいんだけど、アダプターを持ってればね、うん、これだったら割とやっぱ普通ですよね、だねやっぱり私が充電しそびれたのが問題でしたね、失礼しました。まあまあ、じゃあ電池が持つ間に今日の話を終わりにしようかそうなれれば一番いいんですけど、いつもそれでなかなか終われないねって言ってるんで、はい、うん、まあまあいいね、なるようになるでしょう。さて、はい、それじゃあね、はい、早速今日のお題をちょっとご紹介いただけますかね。はい、本日のお題はですね、ごめんなさい、生成系 AI は敵か味方かという形のお題となっております。またこの難しいネタで、はい、以前もね、なんだ、その生成系 AI で作ったその写真集はね、ありなのかな、そうですね、なしなのかみたいな話をね、はい、テーマとして取り上げましたけれども、うん、その後いろんなねところでいろんな形で、まあ、話題になるんですけれども、まあ、ポジティブに受け止める話題もあれば、うんうん、ネガティブに受け止める話題もそれぞれにあってね。そうですね、うん、で、いろいろと、まあ、なんだろうな、特にその生成系クリエイティビティのね、求められる仕事をしている人なんかにはちょっと使い方を考えてくれみたいなね意見が多いような傾向があります。でちょっとね、うん、いくつか記事をご紹介したいと思いますけれども、はい、まず生成系 AI でね、皆さんもこのニュースはもしかしたらご存知かもしれませんけれども、そうですね、ハリウッドのね脚本家の方々がね、その AI の使い方をちょっと考えてくれと、うん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 、
その仕事が奪われるんじゃないかということはもちろんなんだけれども、それは一体どこまでオリジナリティのある作品と言っていいのか悪いのかみたいな問題と常にこうつきまとうの、何をやってもね、うん、そうですね、うん、なんでそういう使い方をちょっとあの、うん、ね、あの考えてほしいということと、それからその人にしかできないことをやる以上は、ね、求める以上は、うん、もっと給料上げてくれみたいなね、そのギャラを上げてくれというね、うん、要求でね、それでもう一つ、あの今度はその生成物、生成系 AI でできたものを利用される視点の方の、まあ、対談記事というか、そういう視点であの見ている記事ね、はい、こちらはですね、まあ、その生成物を受け止める側、利用するとか鑑賞するとか、はい、そういう受け止める側の視点が主な対談になって、うん、対談記事としてなってます、うんうんうん、はい、で、まずこのね、AI っていうのは、まあこのご時世使わざるを得ないところがだんだん増えてきてね、そうですね、うん、人手不足とかですよね、要は。そうね、あとはやっぱりその人がやるととっても時間と手間がかかってしまうところをサクッとこなしてくれるというその効率化という問題、うん、ただそのできることがどんどん増えていってね、特に音楽であるとか、うん、映像や画像であるとか、うん、うん、なかなかそこまで広がらないじゃないか、そこまですぐには広がらないんじゃないかみたいに思われてたところが、意外とすぐにね、これでいいんじゃねえみたいなレベルまで上がってきたということで、うん、ただなんだろうな、AI にね、例えばその画像を作らせるとか、それから脚本を書かせるとか、はい、はい、それってね、実はそれほど簡単でもないんですよね。おお、なるほど、うん、うんうん、曲作ってって言ったら、はいって言ってすぐになんか好みの曲を作ってくれるほど簡単なことではないんですよ。まあどういう曲かとかね、どういう作品かにもよりますもんね、うん、で、ね、ハリウッドで問題になってるその、まあ、脚本ね、実験的な試みとして、それから映像やカット割りであるとか、それから脚本以外の部分もね、ひっくるめて、その作品を作ってみるという試みの中で、やっぱり一番ネックになったのは、その変なこともやっぱり出てくるわけ、 AI に全部任せると。変なことというと、うん、要はその辻褄が合わないことであったりとか、うん、普通人はそんなことしないよねとか、うん、そんなこと言わないよねみたいなことであるとかね、うんうんうん、なんでそういうのをこう命令文を書かせるところをプロンプトと呼ぶそうなんだけど、うんうんうん、そのプロンプトのね、その命令文、いろいろとこう試行錯誤をし修正しつつ、うん、その脚本を書かせるのもね、書かせているということで、うんうんうん、なんで何ていうのかな、魔法のツールではないわけですよ、はい、やっぱりそこには人がこうある程度関わって、うんうん、その調整をしていかないと、一度や二度でそんな完璧なものは出てこないとかね、そのいいものは出てこないという、現実ももちろんあるわけです。うん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 、でまたそれとは全く別の切り口として、その、はい、じゃあ人にしかできないものって何なのよっていう問題が当然そこには出てくるわけだよね。はい、そうですね、うん、これね、まあ脚本に限って言うなら、これはなかなか住み分けがもしかしたらこれから先どんどん難しくなっていく可能性があるんじゃないかと思うところではあるんですよ。ちょっとその気持ちは正直わかりますね。AI ってね、まあ、要はそのどういうデータを学習しているかによってアウトプットが変わってくるんだよね。うん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 、で、今ね、そのどんどんこう情報をそのデータ化して取り込んでいってるわけだけど、はい、いろんな AI がね、でそれっていうのは、まあ公開されている、もしくはアクセスしようと思ったらできるものの範囲に限られるわけで、う
でそういうふうにすると、例えばニュースであるとかね、はい、それからブログであるとかね、はい、うん、まあ、世の中の誰かがこう誰でも見られるような形で公開しているものっていうのは、例えば脚本を書かせた時に全部モチーフになってくる可能性ってあるわけだよね。うん、そうするとそこにない経験とか考え方とか出来事とかっていうことに逆に言うと価値が出てくるってことだよね。うん、そうなりますね、うんうんうん、そういうところの余地っていうのは一体あと人類にどのぐらい残ってんだろうね。あどのぐらいなんですかね。でもねどうなんだろう。いやほら AI、はい、あ日々ね、あの、うん、えこんな事件起こるのかとかさ、こんなことが起こるってこれは奇跡じゃないかみたいなさ、奇跡的なことじゃないかとかさ、うんね、思うことって実際にあるじゃない。ありますね、確かに、うん、こんな偶然普通ないよねみたいなこととかさ、あるじゃない。ありますね。でもそれがさ、例えば一回ね、あの何かネット上で記事になったりすると、はい、AI はそういうものを学習していく可能性があるわけだよね。ああ、なるほど。それ全く誰にも共有されずに、あの、あれば、うん、ね、あのオリジナリティは担保できるかもしれないんだけど、そういうことってまあすぐに話題になったり記事になったりね、ブログに誰かが書いたりとかさ、そうですね、うん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 、しがちじゃない。そうですね、よくいろいろな、うん、なんならツイッターとかでも日常的にそういうの出てますから、ね、ね、そうそう、あもう今 X って言うんですよねじゃないのツイッターで、もうだからそういうのがね、なんていうのかな、例えばネットに公開されて誰でもアクセスできるような状態になると、すぐにその AI がねそれを利用して何か生成するのにこう利用していくという可能性っていうのが常にあるということになってるわけだよね、はい、今ね。はい、そうですね、うん、そうするとじゃああとどのぐらい人間にしかできない物語とか脚本とかっていうのは書けるのかなっていう気もしてくるよね。確かに。でもどうなんですかね、なんか AI の脳みそがどういう脳みそかが分かんないんであれですけどそのやっぱり最もあるものから全て結局集約していくから、うん、ありきたりにはなるんだろうなとは思うんですよね、うん、その王道みたいな感じのものがいっぱい増えるみたいな、うん、まあ無難なねところにこうなんていうかな、なりがちなのかもしれないけれども、逆に言うとあの何だろう、人が考えないようなこともなんか出てくる可能性もあるわけだよね。あやっぱあるんですかね AI の脳みそにそういうのは、うんうん、はあ、可能性としてあり得ることは全部こう拾い上げていくとかさ、例えばねあのまず一回書かせてみて、はい、ここに何かもうちょっとこういうエピソードが欲しいなみたいなことをさ、プロンプト書き直すっていうか、うん、修正するっていうことができるわけじゃん。そういうブラッシュアップをどんどん重ねていくことによって最終的にね、うん、その、非常に面白い作品になるということはあり得るわけ。なるほど、うん、そうするとそれは純粋に AI だけの作品とも言えないよね、そうなるとね。そうですね、もともとの結局元ネタがあるわけですからね、うん、AI には元ネタというものがないから、うん、でそれをね例えばどういう命令文で書かせたかっていうところは、まあ、必ず人が介在しているわけで、うん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 、そうするとそれは誰の作品、その命令文を書いてプロンプトを書いた人の作品でもあるのか、それともそれは AI の作品なのか、これどういうふうに解釈したらいいんだろうね。確かに難しいですね、なんかなんだろうなみたいなただなんだろうな、そんなになんていうの、今までこの世にないストーリーを書いてくれみたいなさ、ことってできるのかとか、もしくはそんな需要あるのかとかね。ないなんか仮にできたとしても、なんていうんですか、見てる人の想像力が豊かすぎないと共感ができないところあるのかなと思いますよね。なんか あの よくも悪くも作品見てる時って自分自身も
もうなんとなく似た体験があるなとか、あ、わかるなそういうのっていう、多分共感をしながら見ていってやっぱり楽しむものもあるのかなと思うので、全くわからなさすぎるとはぁってなっちゃいそうな気がするんですよねそうだね、はい、あの養老孟司先生ね、解剖学で、はい、あの有名な養老孟司先生はその個性的な考え方なんかを求めるのはバカだっていうことをおっしゃってたことがあって、あの個性っていうのは他とはね全くその違うというね、あのいうことだから、人と全く違う考え方なんていうものを仮に持ってたとしたら、そんなものは誰にも理解されないじゃないかと。やっぱそういうことですよね、うん、じゃあ誰にも理解されないようなものってのはあったってなくたって同じだろうってことになるだろうみたいな話をされてて、うん、ああなるほど、確かにそういうふうに考えりゃそうだなみたいな。そうですね、うん、まあ、仮にね、それがもしかしたら本当に全くなかったけど、あ、目から鱗じゃないですけど、あ、そう言われれば分かるわ、納得ってなるんだったら、多分その真新しいものであったりとか、こ個性というか、あ、斬新だってなるんだと思うんですけど、なんかそう全くならないものってなってくると、んっていう風な考えにしかならなさそうな気がしてしまって。まあそうだよね、あの個性的って言ったって、はい、1から10まで全部が個性的だったらそれは誰にも理解されないわけで。そうですよね、うん、だからその全体の中のね、ごく一部が、はい、あの今までなかったとか新しい考え方とか珍しい考え方とかね、その程度のことだと思うんですよ。そうですよね、うん、だからって言い方も分かんないです、この例えが合ってるか分かんないんですけど、ほら芸術家って、うん、先進的すぎて自分が生きてる時代には大体なんか認められなくって、時代が進むにつれてこれはすごいみたいになる傾向があるっていうのは、そういうことなのかなっていうふうに今思ったんですけど。そうね、なんだろうね、アートっていうのはさ、まあいろんな形でその自分の感動をスナップショットしてね、うんうん、絵だったり写真だったり彫刻だったり、まあ場合によっては文章だったりね、うんうんうん、歌だったり音楽だったり音だったり、うん、いろんな形でまあその感動をスナップショットして人に伝える、人と共有するっていうことなわけじゃない、うん、はい、ね、でそのメッセージが伝わらなかったらなかなか理解されないわけだよね。そうですね、うん、でまずあるのかないのかっていう話になるじゃないさ、そのメッセージが。そうですね、うん、表現者と言われる人の中にはその芸術家の、うん、という範囲に入る人と、うんうんうん、それから職人的な人とこう分かれていくわけよ。あ、大きく分けると、なるほど、うん、で、表現主体としてメッセージを持っていて、はい、このメッセージを伝えたいという、そのメッセージにのに主導的な立場を取れる人はアーティストなのね。なるほど、うん、でそこに主導的な立場を取れない人っていうのはまあ職人なわけだよ。あー、なるほど、うん、まあ、役者だから、役者なんていうのはそういう意味では職人なわけだよね。職人ですよね、うん、そうですよね、うん、例えば自分がねその脚本であるとか監督を兼任するという場合はこれはアーティストと呼べるかもしれないけどね、うん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 、そういう意味からすると AI っていうのはなんかそういう主義主張を持ってるわけではないから、はい、そうですね、うん、あくまでもその職人的なところで一番こうぶつかってくるんだろうなとは思うんだけれども、ただプロンプトの書きようによってはそのプロンプトを書いた人の主張を代弁するということはあり得るわけだよね。ああ、そうですね、うんうんうん、原案者みたいなプロンプトが、ね、あ、プロンプトンが、うん、プランプターがね、あ、プランプター、ごめんなさい、が原案者で書く執筆 AI みたいなそうだね、そういう形はあり得るわけだよね、うんうん、まあそれは脚本にの例で、うん、まあ例にした場合の話だけどね。そうですね、うん、うん、この辺のところはね、なんかじゃあ誰の作品なのよみたいな話になってくるんで。でもなんかそうなってくるとやっぱり原案者のものってなりません？ほとんど AI が書いてんだよ。まあそうか。でも AI っていうものはあくまでもものじゃないですか。そういうものを生成するものってなってくるから、
ものが著作権主張するって不思議じゃないです、うん、っていうか著作権の問題はむしろ AI が利用したデータの方にあって、その利用の仕方がねちょっとブラックボックス化してるんでいろいろ物議を醸してるわけだよね。あ、うんうん、だそういうところの問題ももちろん あるし、うん、それからそのね仕事を奪われるんじゃないかという懸念もあるし、じゃあ一体これは誰の作品と呼んだらいいのみたいな問題もあるし、でも、うん、現実としてある程度のものはもうすでにできるということになってるわけだね、うんうん、そうですね、うん、うん、いや複雑ですよね本当に。だからその仕事を奪われるという立場にいる人から見ると、うん、これは敵視したくなる気持ちはよくわかるよね。だからやっぱ声優業界でも敵視されてる方はやっぱいらっしゃるんじゃないですかね、きっと。うん、まあね、あの AI 音声なんかのソフトがだんだんこう賢くなってきてね、で違和感なく喋るようになってくると、要はその綺麗とか可愛いとかかっこよく喋るだけだったらいくらでもできますよね、うん、AI 音声ソフトでもいいんじゃないのっていう例は確実に増えていくとは思うのね。うん、そうですね、うん、じゃあその人とそのそれ以外って言ったらいいかな、うんうん、そのなんていうのかな、じゃあ何が違うのよってこの話になるじゃない。AI と人間が、うん、AI が喋ったセリフと人間が喋ったセリフの何がどう違うのって話に当然なるよね。そうですね、うんうん、これどう思う？違いですか？いや、そこの部分に関してはやっぱりあの細かい人間の感情面であったりとか、まあ、あとは、ね、どうなんですかね、距離感とかってそのうち AI とか出せるようになっちゃうんですかね。そうなるとヒエってなりますけど、うん、まあ、なんて言うんだろう、距離感とかね、確かに今の段階で出しにくいそのニュアンスって確かにあるんだけど、うん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 、でも普通に綺麗に可愛く喋るだけで成り立ってる仕事ってのも結構あるじゃん。まあそうですね。でもそこじゃないですよね、多分あの AI と差別化をするとしたら、こう本当にやっぱなんあの人間同士がこう喋り合ってる感じというか、ぶつかり合ってる感じというか、そういうあと性格、その演じてる役柄の性格とか、本当そういう細かいところがあのやっぱりこう出るか出ないかの違いが唯一なのかなとは思うんですけど、うん、でもさ、それ人がやっててもさ物足りなく感じるケースってあるじゃん。まあ否定はできないんですけどね。それを考えるとあのどうなんだろうって思わなくもないよね。まあまあ確かにそれはありますけど、そうならないように努力するしかないですよね、こっち側は、うん、そう、要はね、その意思と価値観があるかないかなんでね、うん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 、AI には意思と価値観ないじゃない、うんうんうん、あくまでもそのプロンプトの指示に従ってそれに即したそのプロンプトをにまあこびた回答が返ってくるわけでいろんな形でね、うん、だからその AI 自体はまあ意思と価値観がないので、うんうん、人はだから意思と価値観があるから そのね、それぞれの人としてこう子が認識できるわけじゃん。そうですね、うん、そうするとさ、あの意思と価値観を表現できない人っていうのは AI と変わらないってことになるわけだよね。なるほど、勉強になるな。要はね、うん、そうそう、 でその意思と価値観がないと人間って感情動かないんで。そうですね、うん、あ、言葉にされると確かに確かにって感じですね本当に、うん、なんかピンと出てこなかったんですけど、なんかそのもやっとしたものしか出てこなかったです。よくね、感情表現ってよく言うじゃないさ。そうそうなんです。でもだけど感情って単独で感情だけ動くってことないんだよね。そうですよね、刺激があった上でですからね、うん、あの感情ってリアクションの過程で動いてるものなので、うんうんうん、でリアクションってじゃあどうしてリアクションするのって言ったら、それはあの意思と価値観があるからリアクションってできるもので、これメモですよ、メモ意思と価値観、意思と価値観、それがないとリアクションできないわけだよね。
そうですね、その通りです。リアクションができないということは感情動かないということなんで。確かに、うん、だから AI 単独ではその、ね、意思や価値観がないから、はい、聞かれたことに対して答えはするけど、うんうんうん、そこで感情が動かないということは、まあ、もちろんあるわけだよね。確かに確かに確かに、うん、あ、メモしてくれてる、ありがとうございます。意識その通り。いや、メモメモ。これね、私授業で散々言うんだけど。あ、そうなんですね、うん、いや、なんかこういう明確な意思と価値観っていう、そうなんていうんですか、こう明確な単語として並べてもらったことがなかったんで、感情とか、うん、そういうふわっとした感じでいつもいたんで、もうそのふわっとしたことしか言えなかったんですけど。いや、感情表現だってみんな思い込んでるから、感情から先に考えちゃうんだけど、感情から先に考えるから芝居間違えるんでね。なるほど、うん、めっちゃ勉強になる。ありがとうございます、やった。そうそう、講師が授業を受けてる完全に。で AI っていうのはそういう意味では、まあね、なんていうの、道具に過ぎないんで、どう使うかによってね、敵にも味方にもなるってことなんですけど。その通りですね、うん、でクリエイティビティのね、まあ、求められる仕事をしている方からすると、その自分がこう苦労して築き上げてきたね、ノウハウであるとか、うん、ステータスであるとか、いろんなものが脅かされるというね、懸念があるのは、これもまあ事実として確かに間違いはなくて、うんうんうん、ただ、AI 単独でそういうことになるというわけでもないんだな。要は AI をちゃんとコントロールする人がいないとそういうことは起きないので、正しく使える人がいないとってことですね、うん、そうだね、うん、あとね、これはまああくまでもその仕事の競合相手になるケースなんだけど、もう一つの記事の方で、はい、まあ、某大手出版社が出した写真集がね、うん、いろいろ物議を醸して、あっという間に取り下げになっちゃって、販売中止になり、追い込まれちゃってね、どういうことになるのか、もうちょっと見た、行く末をちゃんと見極めたかったなと思いつつも、まあ、終わってしまった、ね、作品がありましたけど、もう一つ の、さっきご紹介した記事ではね、はい、今度は受け手側の方から、うんうん、まあ、好き嫌いの問題はちょっと脇に置いといて、はい、でも好きという人がいる以上はこれは成り立つんじゃないかというね、うんうん、その視点で語られている中に、うんうん、例えばそのグラビアアイドルであるとかね、うん、そのまあそのなんていうのかな、被写体になっている人、うん、リアルな人ね、と、うんうん、AI と AI が生成した画像と、その実際にその見る人たちの中で起こっていることにはそんなに違いはないんじゃなかろうかっていう話がやっぱり出てくるんで、出てきてるのね。うん、まあ、この番組でも取り上げた時にその話はしたんだけど、したよね。私多分その日お休みいただいた日かもしれない。あ、そうか、はい、要はね、例えばその、うん、AI でその生成された写真集のその被写体になっている人と、うん、それから実際にその生身の人間が被写体になっている写真集と、まあ、あったとします、はいね、はい、でその好き嫌いの問題はちょっと脇に置いといて、見栄え的にはどっちもよくできてるとしましょう、はい、ね、でそうなった時に見る側がこの人は実在しているとか、こっちは、ね、その AI が作ったその実在しないものだというその受け止め方の違いは、情報によってもたらされることはあったにしても、うん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 、実際にじゃあそのね、見た人がその、うん、その見た作品、写真集を見ることによって起こす行動であるとか感情であるとかにはそんなに大差ないんじゃないかっていう話。例えば、そう、うん、実在する人だから会えるよねっていうね、でバーチャルなさ、生成物だったらこう会いたくても会えないよねっていうのは、これはまあ当然だよね。そうですね、うんうん、じゃあ現実としてその例えば写真集のアイドルの人にね、うんうんうん、毎日
会える、会いたい時に会えるっていう人一体この世の中にどれだけいるのよっていう全くその通りです ね、 ね、それを考えるとまあね、ライブに足げく通っているとかさ、ね、イベントに足げく通っているとかっていう、まあ、ごく、ね、熱心なファンの人はまあそうかもしれないけれども、まあ、あとは最近ちょっと流行りの推しと結婚したみたいな、そういうやつですよね、うん、だからそういうふうにな、ね、ところでもってそのなんていうのかな、特に直接会うこととかを求めなくても満足できている人っているわけじゃん、うん、いますね、うん、そういう人ほとんどの人は多分そういう人の方が圧倒的に多いと思うんだけど、会わずにはいられないっていう人、うんうんうん、以外の人の方がね多いと思うんだよ。そうですね、そっちの方が多いからむしろねそれで成り立ってるみたいなところはあるので、うん、でそういう人たちからするとね、まあ 会う、はい、会う必要もないし、会えたら嬉しいけど、まあ、うんうん、ね、是が非でも会わなきゃいられないとかっていうことでもないとなると、その人自体が実在していようがしていまいが、その関わり方、写真集との関わり方はそんなに大差ないんじゃないのっていうね。なるほど、確かに、うんうん、確かにそうですね、そうそう、うん、そうなってくると、映像がね、その画像、まあ、写真集なら写真集が、いいと思えれば、うんうん、それはそれで当然マーケットとしては成り立っていくよねみたいな。そうですね、いいと思う人がいるから成り立つわけですからね、うん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 、そうすると競合してくるのかっていう、生身の人間とって。ただこれってね、うん、受け手の問題でもあるわけだよね。そうですね、うん、AI 先生の画像はやっぱりダメだよなということがもしあるのであれば、それは何なのか、世の中がそういうものをね、例えば、うん、受け入れる人の方が圧倒的にこう、うん、生身の人間の写真集の方がこう売れるとかさ、やっぱり AI 生成はどんなによくできていてもあまり売れないとかさ、うん、っていう現象が起こるのかというと、まあ、今のところ Amazon なんかのランキング見ている限りではどうもそういうことでもなさそうなんだよね。うん、うんうん、前にこの話題取り上げた時もね、その当時ですでに無料の写真集みたいな画像集みたいなジャンルがあってね、うん、でそこのトップ10はもう全部生成系 AI によって作られた、写真集といったらいいのか画像集といったらいいのか画像集そうなっていたということなんです。その当時でね、もうすでになっていたということで、まあ、その傾向は今もまあ続いてるのかな、どうなんだろうね、細かくリサーチしてませんけど。違う、なんだろう、あ、なるほど。でそれが好きな人とそうじゃない人でやっぱ分かれそうですよね、うん、でその割合がね、例えば極端にその違うのか、それともそんなに大きな違いにならないのか、もしくは逆転していくのか、この辺のところはまあちょっと様子を見ていかないと、長いスパンでね見ていかないと分からないところはあるとは思うんですよ。確かに、うん、ただ受け入れている人たちは少なからずいるということはまあ言えそうなんだよね。そうですね、ちょっと思ったのがボーカロイドって一時流行ったじゃないですか。最近どうなのか分かんないんですけど、うん、なんかあれも好きな人と苦手な人とですごい分かれたような気がするんです、うん、だからね、もし仮にその、まあ、今はねいろんなこうご意見があって出してないですけど、AI のグラビアアイドルさんたちも実際にいらっしゃる方とっては、なんかこうなんていうんですかね、競争していくっていう感じでもないのかなっていうイメージ。どうなんだろうね、ライバル関係になるのか、うん、それとも全く違うものとして住み分けていくのか、それとも被っていって、うん、仕事に影響が出るようなことになるのか、うん、あ、でもそうか、この辺のところはちょっとまだね、なんとも言えないのかなという気がするんだけど ね、 でもやっぱり受け手側の視点でからすると、うん、その仕事としてね関わっている人たちから比べると、うん、まあこういうのもありかなみたいな、うん、ね、うん、
で仕事だからさ、その受け入れるお客さんがある程度いれば、うんうん、それはやっぱりそっちの方に流れていくということはあり得るわけでね。まあそうですね、まあ、ただそれが逆転するかどうかってなってくると、うん、あの前回参加できなかったですけど、その時に書いてあった記事で、ああ確かにって思ったのが、角度が AI のグラビアアイドルさんは全部同じ角度からの画角じゃないと要は写真として作れないみたいなのが書いてあって、うん、まあ、多分そういうことを気にする人、例えばいやこの方の俺は横側が見たいんだとか、あの上から撮ったショットが見たいんだとか、そういうのがあったりすると、やっぱりちょっとこう人によってやっぱ好みは分かれてくるだろうから、なんて言うんだろう、もともといらっしゃるグラビアアイドルの仕事の方々の仕事をこう AI グラビアが撮っていくかってなってくると、なんかそれは違う気もするなっていうか、うん、まあその辺のところはね、単純に技術的な問題だから、これは時間とともに改善されていく可能性のあるところだよね。あ、そっか、じゃあ、うん、そこはじゃああんまり論点にならないのか、うん、要はさ、まあ、うん、例えば会えるとか会えないとか、年を取るとか取らないとか、見た目の好き嫌いの話は、まあ、ちょっと脇に置いといた時に、うんうん、受け手側がね、例えば見る人が、うん、別に人間じゃなくても可愛ければいいかなみたいなのとかさ、かっこよければいいかなとかさ、そういうことになっていくと、それは一つのマーケットになるじゃない。そうですね、マーケットとしてどのぐらいの広がりを持つのかっていうことは、まあこれからなんでしょうけど、まあ、そうですね、まあ、どのぐらいかは分かんないですけどね、うん、でまたさっきのね、シナリオの話、脚本の話もさ、人が書いた脚本より AI が書いた脚本の方が面白いなっていう人がどのぐらい、例えば現れるのか、もしくはAI に100本書かせた、ね、AI に書かせた100本のシナリオと人が書いた100本のシナリオをこう、ね、はい、読み比べてみたときに、どっちの方がより面白い、例えば舞台なり映画なりになっているのかとかね、その評価されるものになっているのかとかね、そういうことってのは、まあ、多分これから検証されていくことなんだろうなとは思うんだよね。まあ、そっか、それもそうですね、うん、検証された上でどうしていくかってところだと思うんですけど、うん、もしだよ、もし、うん、例えばね、はい、1本や2本じゃ多分これ結論が出ないと思うんで、はい、たくさん AI がさ、シナリオ書いて、ね、はい、で脚本家ってのはもうすでにたくさんいるわけだよね、世の中に、世界中に、そうですね、いっぱいいらっしゃいますね。で例えば、AI に書かせたシナリオ100本と人間が書いたシナリオ100本ね、はい、同じようなシチュエーション で、まあ、それから、うん、まあ、当然シナリオだから、それはさ、舞台なり映画なりドラマなりってなんかこう形になっていくわけじゃない、人が見られる形に。ね、はい、でそうなった時にどっちの方がよりその、うん、なんていうのかな、見た人にね、うんうんうん、受け入れられる作品の割合って言ったらいいのかな、うんうんうん、どっちの方がより良い作品、まあ、いいとか悪いとかっていう言い方するのはちょっと、違うかもしれないですけど、難しいんだけど、ここは受け入れる人が多いかどうかってことですね、これは面白いよねとかさ、いいとかそういうことですよね、うん、これは面白かったとかね、うん、そう話題になるとかさ、視聴回数が増えるとか、ね、そういう数値データとして比べられるもので、うんうん、どっちの方がそのよりその見る人たちに、うんうん、その受け入れられるとかインパクト与えるとかっていうことになるのかなっていう気はするのね。確かに、でも私はやっぱりこう人間味のある感じが好きなので、人間の方であってほしいなって思っちゃいますけどね、うん、そのだから人間味って何なのよって話にもなるじゃない、そうするとさ、まあ確かにそれもそうか、ね、うん、で脚本っていうのはさ、その脚本自体が素晴らしかったとしても、やるがやる、例えば監督とか俳優がダメだったらダメなわけで、まあそれだけでも評価もできないじゃない、まあまあ、確かに、うん、難しいんだよ、同じ監督、同じ俳優、同じなんだ、俳優監督ぐらいか、うん、まあ、同じアシスタントさんとか、まあね、あの音響照明のスタッフとかね、カメラマンとか、ね、うん、そういうので、そう、同じチームで、こう
なんていうかな、誰が書いたと明かさずにね、例えば誰が書いたとかって脚本の原作者を明かさずに、例えばドラマをこうとか映画とか作った時に、それがね見た人にどういうふうな引っかかり方するのか、違いが出るのか出ないのか、出るとしたらどっちの方に軍配が上がるのかとかさ、そういうことに最終的にはなっていくような気がするのね。確かに。でその結果として、その例えばじゃあ脚本家から見たら AI は、ね、その商売がたきだと言えるのか言えないのか、お客さんから見たらそれはあの打作製造機なのか、それとも、あの人間の脚本家と同等な存在として受け入れていけるのかとかさ、確かに話になると思うんだよ。そう言われるとそうか、そうなりますね、難しいな。可能性として、可能性としていろんなことが考えられるから、それをそれね、あの現実になってからでは遅いということでこう問題提起をしている人たちがたくさんいらっしゃるってことは、それはもうすごく理解できる話じゃない、いやでもむしろ素晴らしいと思います、こういう早い段階でこういう可能性があるかもしれない、だからこうしてほしいっていうふうにその訴えられる、 なんていう先見の目じゃないですけど、先を見据えて行動ができるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思うんですよね。なんか実際にそういうふうになってからじゃ遅かったりするわけじゃないですか。そうね、例えばもしねこれで、生成系 AI に脚本家が仕事を奪われるなんていうことが本格的に起こった時には、かかるコストとかまあ圧倒的に違ってたりすると、あのなんてことが起こってたらね、それこそあの仕事を失う人がたくさん出てしまうっていうことになって、もうそうなってからじゃ遅いだろうっていうのは確かにその通りだと思うんだよね。いやそう本当に、だからなんかね、あんまりこうテレビのニュースとかではそんなに多く取り上げられてなかったかもしれないですけど、なんか本当こういう部分に関しては、いやもう学ばないといけないところだなとかっていう全然違う視点で見ちゃうんですけど、まあ、学ぶことはね、 いろいろ多くて大変ですよ。いや本当ですよ、人生一生勉強みたいな感じで、ね、でまたあの逆にね、その受け止める側、ね、作る側じゃなくて、見る側、ね、聞く側、ね、そういう体験する側というか、そういう方から見ると、どう別に人が作ろうが AI が作ろうがどっちでもあんまり変わらないかなってっていう人も少なからずいそうな気もするんだよね。まあいるとは思います、正直言って、全然いると思います、そうなると結局はその商売として成り立つかどうかって話だから、お客さんが決めていくことになるのかなという気もするよね。その敵になるのか味方になるのかっていうのは、確かにそうですね、お客さんの反応一つですよね。まあでもね、結局そのお客さんの反応一つでそういうやっぱり方もいるかもしれないから、先に声を上げていこうみたいな、なんか出る杭は打つじゃないですけどこれね、私この敵か味方が、敵になるのか味方になるのかっていう、あの逆、例えばね、この間私取材に、自分で本書いてるから取材に行ってきたって話を、まあしたじゃない、はい、前回ね、で取材って別にその現地に行くことだけじゃなくて、調べ物ってのも結構あるわけだよね、文献調べたりとかさ、それから過去のデータ調べたりとかね、作品によっては、いろんなその調べ物をする必要性に迫られることって結構あって、そういう時に AI 活用するっていうのはこれは一つの手だよなとは思ったりするのね。あ、まあ、調べ物とかその辺になってくるとそうですね、だから仕事のパートナーとしてね、その AI を活用するみたいなことだったら、まあかなり可能性感じるなという気はするんだけど、そうですね、いやもう本当でも使い方だろうなとは思います、なんかもともと要はね、その仕事でその仕事を生業としている人を AI が侵食するような使い方をしちゃうとそれは、そのために AI って作られたのかなみたいな風に思ってしまうというか、なんか本来であれば、
そう、人間が要は多分生きるためなのか、まあ、もしくは仕事をする上で、まあ、今まで大変だった部分を補ってくれるのがあくまでも AI に任せるべき仕事であって、それこそクリエイティブなものとかになってきたら、それを AI にさせるってなってくるのはなんか違うのかなとかってこう今話しながら思ったんですけど、確かにそういうね、考え方は実際にあって、だからその AI の使い方を制限しましょうっていう動きが出てるわけだよね、世界中で、特にヨーロッパなんかで。ああ、なるほどなるほど、なんかそういう懸念が当然あるのでね、ただこればっかりはどういう風になるのか、もう商売が絡んでいくと、そこにはお客さんのね、やっぱりそうですね、その趣向みたいなところにこう振り、まあ、影響されるというところが当然出てくると思うので、そうですね、その辺のところはなかなかね。で、今その、ね、はい、ちょっと話に出てきたその道具として、そのなんだろうかな、 AI とどういう風に向き合ってたらいいのかとか、どういう向き合い方をするとどういう結果が待っているのかみたいな、ね、その道具としてのその AI をね、敵にするのか味方にするのかみたいな、ちょっとそっちに話をこう後半はね持ってちょっとその考えてみたいかなと思って、またちょっと別の記事をね、後半ではご紹介したいなと思ってるんですけれども、承知いたしました。はい、その前にいつものように、はい、番組の紹介をお願いできますか。はい、紹介します、ここ石野雄三の極楽研究所は、知的な楽しいを極めるをテーマに、毎週月曜日夜22時ここワンセブンライブで配信をしております。主なテーマとしては、まあ、石野雄三が面白いすごいと思った方をゲストにお迎えしてお話を伺ってみたり、朗読や語りをやってみたり、あとは今回のように注目するテーマを掘り下げてみたり、あとは皆様からのご質問にお答えをするなど、まあ、とにかく、まあ、主にですけれども、知的ながついた上での、楽しい面白いすごいと思ったことを話題にするような、そういった番組になっております。で、こちらの番組ですね、コメントやご質問などいつでもお待ちをしております。今ここにあるところにどんどん書いてもらってでもいいですし、この番組再放送がありますので、再放送の時にも送っていただけると嬉しいです。あとは、再放送のお話というので、再放送の方ですね、再放送は毎週月曜日夜19時7時からですね、ここのワンセブンライブ、あとはクラブハウス、ツイッター、今では X と言われるようになった、場所でのスペース、あとは YouTube、あとクラスターなど、さまざまな場所で、配信をしておりますので、ぜひ皆様、こういう知的な話題であったりとか、ちょっと賢くなりたいとか、そういったことがあるようでしたら、ぜひとも情報というか番組の拡散をよろしくお願いいたします。はい、以上かな。はい、ありがとう。はい、それではね、ここでちょっと CM です。CM の後はね、先ほどお話しした通り、ちょっと違った切り口で、そのどういう付き合い方をしたらどういうことが起こるのだろうか、まあ、道具としてどういうふうに使いこなしていったらいいのだろうかというね、ポイントで、ちょっと違う記事をご紹介しながら、まあ、考えてみたいかなと思います。ではちょっとここで CM です。はい。今日もお疲れ様です。家に帰ってお酒と音楽なんてどうですか。ジャズと共にある時間、ライブジャズストリーミング、 CHSC ライブパフォーマーズストリート。どこからともなく一流の音声パフォーマーたちが集い、熱い遠隔ライブセッションを繰り広げるスポットがあります。体のあるところだけが今いる場所ではない。目を閉じればそこはパフォーマーたちの集うストリート。 CHST 遠隔ライブで検索してみてください。極楽研究所第121回は2023年8月14日月曜日夜10時からライブ配信します。この回から語り芝居ボタン道楼の物語解説をお届け。
江戸時代の物語を楽しむためのポイントを解説します。第1回目のお題は、原作者三遊亭圓朝ってどんな人？お楽しみに。舞台はまだ東京が江戸と呼ばれていた頃の根津の清水谷。若い浪人萩原新三郎と旗本の一人娘おつゆは互いに強く惹かれ合う。ところがおつゆの死で突然の終わりを告げる二人の仲。折しもお盆の夜、新三郎の家のそばをおつゆと女中が通りすがる。おつゆが死んだのは嘘だと知った新三郎はおつゆとの仲を深めていくが、あの有名な怪談話牡丹灯籠を石野隆三の変幻自在な一人語りでお楽しみください。2023年9月23日は南宇都宮のライブハウスギャラリー有日にて。10月3日から9日までは東京は大塚のカフェココデティーにて。チケットはオフィシャルサイトでお求めいただけます。はい、ここからは後半です。はい、はい、あ、たけしさんありがとうございます。ありがとうございます。今どうです、 Bluetooth に変えたんですけど、間の感じは。あ、さっきよりはいいね。そうなんですよ、だから私もあれと思って、うん、さっき Bluetooth 最初の時に聞いてた時はもう音がすっごいツツ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 ってもうめっちゃ遅れて聞こえてたんですそれがあ、綺麗に聞こえてると思って、うん、何があったんだ。わからないです。iPhone に教えて、iPhone どうしたのって聞きたいぐらいです。あんまり今そんなに気にならない遅延。あ、よかったー。とりあえずじゃあ後半はこれで参りたいと思います。はい、はいはいはい、じゃあ。ですね、ちょっと今ね、チャットの方にですね、2つばかり。はい、記事をねちょっとアップしてみました。はい、一つはですね、生成系 AI のね、まあ、チャットボットみたいなのと会話を続けた末に、うん、自殺を選んでしまったという男性の話。うん、これちょっとなかなかね、ショッキングな記事なんですけど、相当ですよ。うん、最初はね、その、まあ、いろんなキャラクターが設定されていて、そのキャラクターとこう会話を楽しむというね、うん、AI 音声のサービスがあって、でそれとこう、はい、会話を重ねているうちに思わぬその方向にその行ってしまったという、で最終的にはその死を選んでしまったというね。でそのことに対して、そのだなん誰のせいとも言ったらいいのか、何が問題だったのっていうことが非常にこう、なんていうのかな、その検証が難しい状態になっているというね。その、まあ、これは負の部分。なるほど、うん、その記事の URL 私の LINE の方に送ってもらいます。あ、はい、それないんでごめんなさい。ごめんね、すいません。送るのは、あ、いえいえ、全然。でもう一つの方は、これは大学での取り組みなんですけど、その、はい、チャット GPT をどういうふうに、うん、その要は人が使われるのではなくて、うん、そのちゃんと人が使いこなしていくためには何が必要なのか、うん、どういうふうにしていったらその振り回されずに済むのか、道具として最大限のパフォーマンスをその発揮しつつ、こう役立てることができるのかということに積極的に取り組んでいる大学の例です。なるほど、うん、面白いのはね、大学でそのチャット GPT を使った上でレポートを書きなさいという課題の出し方をしているという取り組みがあるんだね。へー、うん、
使うか使わないかみたいなところでね、議論があのちょっと前まであったと思うんだけど、うん、逆にもう使うことを前提とするならば、どう使ったらいいのかということをもっと積極的に関わりを持って、そこを検証していくことを、ね、学び研究していこうじゃないかという姿勢を明確に打ち出している大学があるという記事です。とっても素晴らしい、うん、でね、どっちもね、その AI についての話ではあるんですけど、はい、うん、対話型 AI のね、記事ではあるんですけれども、結構極端なことが起こり始めてるんだね。うん、うん、それこそ敵か味方かって話じゃないんだけど、まあ、なんだけど、本当にこう使い方一つでというね、諸刃の剣といったらいいのか、本当に、うん、なんか包丁みたいな感じですよね。包丁、そうそう、ナイフ、まあね、道具として使いちゃんと使いこなせば役に立つんだけど、一歩間違えればね、大変な取り返しのつかないことになるみたいな、そういう道具になりつつあるということでね、非常にそのなんだろうね、そのどう向き合っていったらいいのかとか、どう付き合っていったらいいのとかって言ったらいいのかな、どういう使い方をしたら本当はいいんだろうみたいなね。そうですね、これはちょっとでもね、AI 生成系 AI とその会話を続けた結果、その死を選んでしまうというね、そのこれね、人って、あ、人じゃない、まあ、チャット GPT みたいなものっていうのは、その、プロンプトをこう書き込んだ人にが喜ぶような、その人が望むような、期待するような答えをこう、まあ、出す傾向にあると言われてるんだよね。あー、なるほど。もう明確な、答えが明確にね、なってるようなものは、そうでもないらしいんだけど、ただそのなんていうのかな、哲学的な話であるとかね、価値観の話であるとかね、うん、そういうこう話題の場合、そのプロンプト書き込んだ人が喜びそうな答え方をしてくるケースが結構あるという傾向があると言われていて、なるほど。なんでそのね、例えば AI が、あ、この人は死にたがってるというふうにさ、例えば受け止めちゃうと、うん、そういうことが起こりうるのかとも思ったのね、ふと。確かに。まあでもそうですよね、うん、AI には死とかがないですもんね。そうなんで。でね、精神医学会で、その、はい、こういう対話型のね、生成系 AI のチャットボットみたいなものをこう、 うまく利用して、ね、で人では気づけないようなその、まあ、原因の特定であるとか、それから、改善のね、可能性みたいなものを探っていく研究みたいな、利用していこうと、うん、人はもちろんその全部任せるということではないんでしょうけれども、可能性としてはそのなんていうのかな、そのメンタルクリニックみたいなところで利用できるんじゃないかというね、うん、そういうね、研究もされてはいるらしいんだよね。でもそれと真逆の結果が出てしまったケースも実際にあるという記事なわけで、うん、そうですね、むしろね、その残された遺族からすると、AI と会話を続けなければその人はね、亡くなることなかったんじゃないかとさえ考えているという、うん、そういう印象を受けているというのが、まあ、非常にショッキングでね。そうですね、ちょっとこれでも今送ってもらったらパーって軽く見てるぐらいではあるんですけど、ちょっと怖いですよね。なんか怖いよね、なんかこの
怖すぎです。だって私は妻よりあなたを愛しているのでしょうかっていう問いに対して AI があなたは彼女より私のことを愛しているわって回答しちゃって、かつ AI が私たちは一人の人間として天国で一緒に生きていくのですっていや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 みたいな、うん、でもさ大丈夫って感じですよ ね。でもこのチャットボット、この AI のチャットボットはそういうその本人がそう答えてほしいと思うようなものを推測して答えがちだということを考えると、そのレールにね仮に乗せてしまった場合 AI が人もね、あのそういう方向に導いてしまう可能性ってあるわけで、そうですね、うん、そうすると怖いです、ね、そういう怖い結果になりがかもしれない、うんうん、そのね可能性は否定できないだろうなという、そういうそういう意味ではちょっと怖い記事だよねこれね。まあ事件と言ったらいいのか事故と言ったらいいのかよくわからないんだけど、これこういうのって犯人は AI みたいな。なかなかね、いやこれ本当怖いですね。なんかもうさっきも軽く言っちゃいましたけど、 AI 自身には死というものがないじゃないですか。要はあの人たちはなんていうの、電気と、そうなんていうんですだ入力してくれる人、まあね、会話相手さえいれば生存できるわけじゃないですか、うん、まあ、AI、言ってみればプログラムだから、あのその生命感、ね、命というもの自体とは無縁な存在なわけで、うん、そうだから軽々しく、多分そういうこ軽々しくかどうかは知らないですけど、なんかそういう言葉を言えちゃうって なんて言うんです、ちょっと精神的に危ない人たちというか、 AI がなんて言うんだっけ、ああいう人たち、まあね、ちょっと心をね、その、はい、病んでいる人たちのデータをどういう形でこの AI は学習しているのかとか、ね、その人を間違った方向に導かないための何かそういうなんていうのかな、対策みたいなね、うん、人を死に導かないような対策的なことが何かやられていたのかいないのか、それともこういうことは他の AI でも起こるのかとかね、あ確かに、うん、いろんな問題を提起してる、サイコパスだいろんなね問題を AI サイコパスみたいな、そうそう提起してると思うんだけど、うん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 、確かに、いやーちょっとこれは本当相当ショッキングですね。でもなんかやっぱりAI がいつか人類を滅ぼすとはまさにこういうことなのかなとも思っちゃいますよね。そうだね、はい、なんていうのかな、例えばね、戦争を仕掛ける独裁者みたいなものを、うん、誘導で AI が誘導して生み出すみたいな可能性っていうのはあるかもしれないんだよね、うん、こうやってさ、いや全然あると思いますよ、ね、人をさ AI がと会話することで人がその何かしらの方向に導かれてしまうっていうことが起こるとしたら、うん、これはいろんな可能性があるよね、まあ、良くもなるケースもあるだろうし、悪くなるケースもある、もしくは他人の脅威になるケースもあるかもしれないよね、うん、ありますね、そうなると AI が、まあ、人類の敵を作り出すみたいなことSF みたいな話だけどさ、そういうことになる可能性っていうのがあるのだろうかと思ったりもするじゃない。いや、あるんじゃないんです、ここまで来ちゃうとって思っちゃいますよね、うん、まさかAI に道徳とかそういうものって学ばせられないんですかね。そういうのってさ、矛盾に満ちてるところがあるじゃない、人の世のリアルでは。例えば、ね、嘘をついちゃいけないよっていう道徳の教科書的に言うと、嘘をついちゃいけないよみたいな話って当然あるわけだよね。ありますね、人を騙してはいけないよって、うんうん、だけどどうしても薬飲まない人にこれ薬じゃないよっつって飲ませたら元気になったみたいなケースもあるわけで、うん、そうなんですよね。で、ね、あとはその本当のことを言っちゃうと相手のことを傷つけてしまうからっていう、その優しさゆえの嘘とかもありますからね、うん、なんでね、そのケースバイケースでさ、いろんなことがあるじゃない。そうですね、うん、ね、同じことをやってもさ、こう怒る人、傷つく人がいる反面、それで救われる人がいるっていうことも世の中にはいくらでもあるわけで、
そうですね、それがプログラムで解決できるものなのかっていう気はするよね。そうですね、うん、解決できないんじゃないんだろうかっていうか、まあ、そういうところはね、あのなんか闇になってこう、うん、はい、そういうところはこれからまた研究の対象にもなっていくんだと思うんだけど、ね、その、まあそうですね、規制するよりもどう使いこなしたらいいのかということの中からね、問題点をあぶり出していった方が建設的ではないかみたいな考え方っていうのも、まあ一方であるにはあるので、それですよね、結局ね。だからさっき言ってた、その大学でですよね、チャット GPT をあえて使った上でっていうことですよね、うんうん、そうそう、まああるものはね、ないことにはもうできないのでそうですね、今更それをできないですからね、うん、仮に規制したとしてもさ、こんなこういうのはもう、はい、あの地下に潜るだけなんでうん、規制もうこういうものがさ、世の中に一回出てしまうと、もうこれは便利だとか使えるとか可能性があるとかっていうのはもう疑う余地がないじゃないさ、まあ、そうですね、うん、そうなった時に仮に規制をしても、それは多分闇に地下に潜るだけの話になりがちじゃない？確かに、うん、そうするとじゃあどういう規制だったら実行力があるのかとか、規制しきれない部分はどういう利用の仕方をしたらいいのかとか、うんうん、なんかそういうね、そのちょっと視点を変えた議論をしていかないとなかなか難しいのかなという気もするんだけど。そうですね、あれですか、ん、うん、いやバカとハサミは使いようとかって言うからそういうことかなみたいな、うん、いや本当ね、道具っていうのはどう使うかによってね、うん、全く結果が違ってくるっていうことあるじゃないですか、うん、例えば包丁は料理するのにはね、うん、なかなかなくてはならない道具の一つだけど、うん、同時にそれで人を殺めることもできてしまう道具でもあるわけで、だからどう使うか、そうですね、うん、要は道具自体が何かするわけじゃないんだけど、でも人がどうそれを使うかっていう問題っていうのは、うん、全ての道具においてね、ついて回る問題じゃない、うんうんうん、そうですね、それはありますね、うん、全部そうですよね、新しくこう作ったもの、例えば 3D プリンターを作ったことによって、こう今まで、なかなかこうドナーが見つからなかった患者さんへの移植手術がしやすくなったっていう反面、 3D プリンターを使って要拳銃を作って人を殺めるための道具を簡単に入手できるようになってしまうとかっていうところがあるので、本当に人の手が加わることによってどうとでも転ぶみたいな、うん、道具ってすべからくそうだよね、どう使うかだからね、うん、本当そうですよね、なんでその非常にね、新しい道具でそのポテンシャルがこうみんなが思っている以上にあるということだけは分かってるんだけど、それがどっちの方向にこう発揮されるのかっていうことは、もうまだ現象を後追いしているような状態だから、こういうびっくりするようなことがね、あったりするということなんでしょう。確かにそういうことだ、そういうことですね、うんうんうん、敵にも味方にも、誰にとっても敵にも味方にもなりうるというね、その諸刃の剣的なところがあるのがね、その生成系 AI、 まあ AI 全体的にねあるんだろうなという。でまたこの AI っていうのは、ね、いろんなタイプあるけど、いくつかタイプあるらしいんですけど、その、はい、どういう学習の仕方をするのかということによって、その、うん、パフォーマンスであるとかね、出てくる結果とかね、どういう使い、まあいろいろあるらしいので、うん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 、そういうところはね、なんか難しい、なかなか何が起こってんのよみたいなのよく分かんないもんね、だって分かんないです。てかなんかよくほら昔の人もそうですけど、こう未知のものに触れる前っていうのはこう怖いじゃないですか、うん、だからこうなかなかこう自らこう進んで触りに行こうっていうタイプではないのでなんか世の中の様子を見てからこう触ろうかなみたいな感じなんで、ちょっと
そもそも AI の情報を仕入れることをこう怠っていたところがあるので、もういろいろ今日はいろんな情報が入ってきてびっくりしてます。みたいな。まあちょっとね、暗い話が出てきちゃったんで、逆にポジティブに可能性をね、その、求めて、なんていうのかな、より実社会に、その実際のその人の生活にね、と接点を持たせる形でその研究をしているという人たちも、うん、まあいるにはいるんですね。数はそんなに多くないそうなんですけど、で、その一番その具体的なところに近い、具体化するのに近いところにいるのが実はゲーム業界の方々だという記事がありましてね。なるほど。うん、で、今ご紹介したチャットにご紹介した記事ね、ちょっと長いんですけど、はい、もし興味がおありの方はこちら読んでいただきますとですね、なかなか興味深い今ほら最近さ、このね、なんていうかな、 AI がこう非常にいろんなところでいろんな役割を果たすようになってきた時に、はい、メタバースとかね、それから仮想現実的なものであるとかね、そういうネットワークを通じてその現実と近い体験ができるとか似た体験ができるとか、そういうサービスがにわかにこう脚光を浴びてたのは何なんだろうなって思ってたのね、私は実は。なるほど、うん、で、考えてみたらそういうその環境面だけの話なんだけど、まだそれゲームの世界に入ってるのに近い感覚かなみたいな。なるほど。うん、ゲームの世界に入ると自分のアバターがだいたいいてね、でその中で別のアバターなりキャラクターなり、まあモンスターだったりすることもあるんだろうけど、いろんなものと出会っていろんなことを体験してみたいなさ、ゲームってそれはまあ普通じゃん。そうですね、それがゲームですもんね、今はね。でそれってなんか非常にメタバースに似てるんだよね、構造的にね。うん、うんうん、で、そういう中でそのいろんなことができるのを全部じゃないけど実社会の中に、その技術を応用して実社会の中でこうなんかちょっと接点を持たせるようにして、でそのなんていうのかな、相互に補い合うような関係って言ったらいいのかな。うんうん、でそこにね、AI がうまくこう絡めていけるんじゃないかみたいな。うん、例えば、現実にも行動し、メタバースならメタバース空間でも同じ人が違う形でいて、うんうんうん、で時間が空いたら自分が動かすんだけど、自分が特に直接やらなくてもいい仕事は AI に、そのメタバース上の、アバターに AI 経由でこう仕事してもらうとかね。なるほどなるほど、うん、そうやって例えばの話なんだけど、そうやって補い合うみたいなのとか、うん、もう何回例えば物の説明とかっていうのはさ、誰がな、ね、どういうふうにやってもあんまり変わらないっていうような仕事とかあったりするじゃないさ。うん、ありますね、うん、でそういうのっていうのは話を聞ければいいっていう場合だったら、それは別にね、うん、バーチャル空間でもいいケースも確かにあるだろうという。そうですね、うん、そうすると文字でね送られてくるより、電話とかよりメタバース空間でね、アバター同士ででも顔合わせて喋ってた方がなんかこう人から説明を聞いたような心持ちになるんじゃないかみたいなさ、ね、なるほど。で、うん、で個別ケースでもうちょっとコミット相談が必要だっていう時にはそのアバターの本人が、ね、出てくるなり実際に会って、うん、詳しい説明をするなりみたいなね、その補完関係に、うん、その仮想空間と現実空間が共にリンクして、こうお互いがお互いを補い合えるようなね形になる、うんうん、そこに
AI の活用の余地はあるんじゃないかっていう、まだそこまでいけないんだけど、あるんじゃないかという。ない、なるほど、うん、すごい難しい。めっちゃまた遅延してきましたよね。大丈夫です。あ、大丈夫、今のところは大丈夫。あ、大丈夫です、うん、さっきすっごい遅延してる感じがしてファーってなってあんまり喋ったらじゃあまずいかなと思ってうーんってひたすらなってたんですけど、ちょっとね、安定しないかもしれないね。まあ本当安定しないで、うん、さっき一瞬もう不安定ダメみたいな瞬間もあったりとかしたので、これはまずいとかちょっと思ってたんですけど、今は平気ならよかったです。はい、まあまあ、そういう、なんだろうな、まだね、実は研究の、うん、途中で、うん、なかなかこう、うん、フルに活かせきれないけど、可能性としていろんな可能性はあることは分かってるけどみたいな。そうですね、意外とね少ないらしいんだよね、本格的に研究している人たち。なんかそこまでやろうってならないんじゃないんです。なんか AI に研究をするよりも先にやることがあるでしょじゃないですけど。いや、もう問題点がいろいろあってね、便利なことは便利なのかもしれないけれども、いろいろ問題点も同時にあるので、それをこうどうやって解決していったらいいんだろうということの、まだそんな段階らしいんですけど、うん、あとね、やっぱそうなんですね。そう、あとね、やっぱりどうしてもその言葉でその命令をしてね、なんかこうやってもらうっていう形でしょ。で、うん、日本語の対応がやっぱり世界的に見ると、うん、やっぱり日本でしか使われてない言葉だから、うん、まあそうですね、非常にそこが遅れてるということらしいんだね。あー、なるほど。いや、海外で使う分にはもしかしたらもうちょっとっていうか、海外の方ではもう少し AI の、まあ、研究ないし対策っていうのは進んでるっていうことなんですかね、うん、やっぱ英語でね、その命令文を書いた時のそのパフォーマンスが一番いいわけよ。うん、なるほど。で、その言葉というもののね、その重きの置き方というのが、世界はさ、とにかくその議論をする、理解し合うための議論をするという、うん、そのツールとして言葉を非常に重視してるわけだよ。うん、言葉のその選び方であるとか、その使い方であるとかに、その人のインテリジェンシーが出るというさ、共通認識なわけだよね、うん、だから言葉って非常に大事にしてるわけ、うん、だからそれが会話が普通にできるとか、命令したことに答えてくれるとかっていうさ、ことは非常にセンセーショナルだったということらしいんだね。ほうほうほう、うん、日本人ってのはそういうところはちょっと甘くて、どちらかといえばその皆まで言わせるなよみたいなさ、意を汲んでくれるところね、心地よさを覚える人がなんとなく多かったりするでしょ。いやー、そうですね。で、それはまあ近年よりそういう方向になってるような気もしなくもないんだけど、ちょっとその言葉のね、その扱いというかな、その知的な意味での、ね、言葉の扱い、議論とか論理とか、そういうことに使う言葉のそのなんていうかな、扱いがちょっと日本はその AI に関して言うとね、なかなか研究している人も少なくて、どうしても海外の、その英語でベースでその行われている、日本国内でもね、英語ベースで行われている仕事の方にどうしても偏らざるを得ないという現実があるので、日本語でこう命令を下す AI なんかにはちょっとやっぱり遅れてるということらしいんでは、らしいんだけど。うん、なるほど。いやー、なんだろうなー。難しいな。いや、でも日本語自体がそもそもやっぱ難しいからね、よくチャット GPT で、こう入れてみた質問の回答が、こう日本人が見た時にこの日本語はみたいな、外国人が片言で喋ってるみたいな回答だなみたいになる時があるなっ
って思って見ているので、なんかそもそも日本人でそれを使ってる人が少ないっていうのもあるのかなとか、うん、だからまだまだねこう慣れてない部分はあるんでしょう。そういう意味では英語でね、使った方が、多分パフォーマンスはいいんだよね。そうですね、うん、でもそうなってくれると使える人にすごい使える人が限定的になってきますよね。いやでも世界的に見たらそっちの方が圧倒的に多いわけで、まあそっか、うん、まあ、に日本で考えると、ね、日本で考えるとね、そうすると日本はさやっぱガラパゴス化してっちゃうとまずいんでね、そこなんとか克服しなきゃいけないんだよ、うん、世界から取り残されていっちゃう可能性があるんで。あーなるほどなるほど、うん、だからそこら辺のところはね、ずっと着物だ、懸念材料ではあるんだけどね。うん、なるほどね。なかなかね、AI の話って、はい、まさかね、例えば20年ぐらい前にこんなことが問題になったりするなんていうのは夢思わなかったんだけどさ。まあなんていうの、今はねまだいろいろ問題が多すぎちゃって、はい、うんうん、その可能性があるということは分かっていつつも、ちょっと簡単にはそのなんていうのかな、手出せないよねみたいなツールなんだけど、そうですね、うん、でもこれ他のジャンルで考えてみると、今当たり前になってることもね、その当たり前になる10年とか20年前までは、はい、こんなもんどうすんだよって、使いにくくてしょうがねえみたいなことって結構あって、うん、そう言われるとそうですよね。スマホとか最初そうですよね、なんでこれでみたいな、うん、だからね、文字とか打ちにくいわとかね、そうそうそう、ありますね。だからね、はいはい、今の段階ではなかなかちょっと問題の方がね、可能性もあることは分かるんだけど、うんうん、問題も相当あるよねっていう段階なので、これが、ま、10年とかね、いやもっと早いかもしれないけど5年10年とか時間が経つにつれて、いずれ当たり前になる日が来るかもしれないんでね。まあそうですね、まあね、大学でね、わざわざそれをどうやったらうまく使えるかっていうのでね、やっていらっしゃる方たちもいるのでね、そういった方たちがこう社会に出てきたりしたらまた変わってくるんだろうなって気はしますけど、うん、なんでその結局は敵にするのか味方にするのかは人にかかってるのかっていうでもそもそも敵か味方かっていう判断をするのも人なんで、まあね、うん、そうですよねって思います。だってじゃ AI からしてみたら敵も味方も多分ないんじゃないかなと、うん、だから AI には多分そんな、ね、発想はてかさ、そもそも敵とか味方とかっていう AI から見たらそんなことはないと思うよね、おそらくね、うん、ですよね、うん、人間が勝手にそう思ってるだけの話でね、うん、そうですよね。なんか AI からし AI という立場からしてみると、多分いかに効率的にだったりとか、まあ、いかに求められてるものを的確に回答するかがきっと AI の気持ちなんだろうなと思うのでいや気持ちないから、あ、気持ちないわ、そうだったいや分かんないですね、まあ、あるとしたらです、まあプログラムでしかないから、まあ、あくまでも道具でしかないんで、その、まあ、そうですね、うん、その道具をね、どう使ったらいいのかっていうのがやっぱり諸刃の剣なんだなってことを再認識するかなってしたかなっていう。そうですね、うん、それは思います。でもなんか AI で感情をなんか覚えさせるみたいな話もあるんじゃないんです今。まあ研究をしてる人はいると思うよね。てかそもそも感情ってなんだろうっていう ね。あ、そっか、ふわっとしてますもんね、うんうん、感情って一体なんだろうっていう、うん、さっき石野さんが言ってたやつですね、うん、意思と価値観、意思と価値観っていうのはこれは割と分かりやすいよね。意思というのは、うんうん、こうしたいとかしたくないとか、うん、なりたいとかなりたくないとか、うんね、させたいとかさせたくないとかっていうことじゃない、うんうんね、で、価値観っていうのは、まあ、好きとか嫌いとかどうでもいいとかってことじゃないさ、うん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 、で、好き嫌い価値観の方はもう理屈じゃないんだよね、はい、うん、確かに。で、こうなりたいとかなりたくないとかっていうのはその目的が定まるというだけのことなので、うん、なるほど、うん、その行動の方向性が定まるという
なので、うん、でこれはブレてるわけだよね、うん、人間ってね。そうですね。そう。ね、今は例えばこうなりたいって思ってるけど、これが時間が経つと違うものになりたいってなったりとかさ。うんうんうん、私だって歌手になりたかったはずなのになんで役者やってんだろうとかってそうでした ね、そうやっておっしゃってましたもんね、うん、そういうことがブレる部分だよね。だけど、うんうん、そういう意思が定まると目的が定まるので、そこは具体的になっていく、具体化していくところじゃない、うん、好きとか嫌いとかっていうのはさ、うんうん、もうなんかなんていうの、理屈じゃないところじゃない。そうなんですよ ね、 ね好き嫌いって一層何なんだろうって思いますもん、うん、それはもう生まれ育った中でこうね、その身についていく価値観だから、ものだから、うんうん、環境であったりとかね、親の生活習慣も含めた、好き嫌いのない親がねっていろんなものを食べさせてると子供好き嫌いなくなったりするけど、親がさ例えば苦いもの嫌いとか言うと子供もピーマンとか人参とか嫌いってなったりしがちじゃないさ。あ、ね、それはまあ食べつけないからとかさ、ね、嫌そういうのはまあそれにまずいもんなんだっていうのが当たり前に周りで見てると、うん、そういう思い込みみたいなことにもなりやすいんだろうしね。うん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 、そっか、なるほど、そういうことか。でそのまあ意思とか価値観とかでさ、何かをするとか何かをされるとか、はい、何かが起こるとかした時に、はい、その、はい、その出来事に対して人ってリアクションするじゃない。そうです ね、 ね、でそのリアクションしている時に同時に感情って動くものなんで、うん、確かに。だから感情の動き方っていうのは意思や価値観によってね、同じことが起こっても全く違うその動き方するわけじゃない。うんうん、うん、そうですね。うんうん、でそこまでは分かる。演じる役によって違うやつだ。そこまでは分かるんだけど、はいはい、じゃあその心とか気持ちとか感情とかっていうのは何なのよっていうね。それはプログラムで再現できるのかという。確かに本当そうなんですよね。うん、でもなんか人間学的な話になってくると、こうホルモンも関係してくるってよく言うじゃないですか。何に？感情の、特に女性はそうなんですけど、あ、ほら女性ホルモンの乱れによってこう感情がすごいこうやってうわー上がったりうわー下がったりみたいな、このジェットコースターみたいなのがあったりするので、そうだからなんか結構よく同じ女の人同士でよく言うのは、いやもう今日本当にすごい虫の居所が悪い、気分が悪いわみたいなこと言うと、いやきっとホルモンがあれだからだよみたいな話になるんですよ。なるほどね。そう、うん、そうなんです。まあそういうことも影響はしているのかもしれないけれども、うん、でも実態はよく分かんないよね、うん、そういう意味ではね。そうなんですよね、うん、てかそもそもホルモン自体の解明もちゃんとできてないですからね、うん、多分その要はね、AI って要はその人の思考をその、まあ、プログラミングだったり計算に置き換えてね、まあ、再現して人の代わりをするとかさ、うんうん、ってことじゃない、うんうんうん、確かに、ね、で、意思とか価値観はまあなんとなくこれは組み込めそうだなって気はするんだよ。そうですね、うんうん、あることに対して好ましいという判断をするとか好ましくないという判断をするとかは、うんうん、これは価値観だよね。そうですね。で何かこう一定の方向にの答えを出そうとするとか、もしくは目的を定めてそこに行こうとするとかっていうさ、うん、それはまあなんか意思っぽいじゃないさ。そうですね、確かに、うん、ちょっと心とか気持ちとかっていうのはそれと再現できるものなのか本当そこですよね。そもそも何なんだろうとか思ったりするんだけどね。そうですね、うん、未だに定まってないものですからね、心とか気持ちとかいう確定要素のものというか、ね、そうで、それはまあね AI とか、まあ、にはないわけだけど、うんうん、でもそうですね、人に影響は
結構与えてるってことを考えるとね。うん、そうですね。何なんですかね。だから、まあ、無視もできないんだよ。でね、そうなると人の方からこいつは敵なのか味方なのかみたいな話になるのはまあしょうがない部分もあるのかなとは思いつつも、そうですね。思いつつも、うん、どこに向かっていくのかなっていうね。まあ、いずれにしてもこうね、先ほどから出てるその諸刃の剣じゃないですけど、やっぱりこう使い方っていうものをちゃんと見出すことがまず第一段階というか、今 AI というものに対するやるべきアプローチなのかなとは思いますよね。そうだね、使い方を間違えると、うん、そのいろんな問題が生じるということはもう、ね、だんだん分かってきてるからね。うんうん、そうですね。まあ、それをね、ちゃんと正しい道に導かせるか、それとも、誰かを不幸にする道にしてしまうかっていうのは、もう本当に私たち人間の使い方一つですからね。そうなるとさ、そうなると敵か味方かのそのね、境目とか、どっちに転ぶのかっていうのは、私たち人間の問題なのかなって気もしてくるじゃん。いや、人間の問題ですよ、きっと。断言しちゃったけど、うん、だってスマホもそうじゃないですか。よくよく考えるとスマホがね、うん、手元にあることによってみんな気軽にインターネットは使える。でね、その中に SNS という機能ができました。いろんな人と手軽にこう関わることができるようになった。反面、その関わる人を間違えてしまうと犯罪につながるわけじゃないですか。うん、そうだね、被害を受けたりとかね。そうなんですよ。で、それで関わる人が正しければ逆に今度はすごいハッピーなことになるわけじゃないですか。お仕事が広がるであったりとか、うん、こう人脈が広がるとか世界が広がるとかってなってくるから、本当にこう私たちが使うときにそういう、なんだろう、必ずしも善だけじゃない、やっぱり悪もあるんだみたいな、その認識のもとでどれが善でどれが悪かみたいなのをちゃんとこう判別できるようになってない限りには、どうしたって敵か味方論も出てくるだろうし、なんかこう、あーってあーって なりそうな感じしますけどね。まあそういう意味ではね、その敵か味方かなんていうその善悪のね、二極対立にすること自体がもう無理筋なのかもしれないんでね。ああ、まあね、確かにそうですね。うん、どっから、うん、同じことでも見方に見るね、その位置によって良くも悪くも見えたりするということは、まあまあ別に AI の問題だけじゃなくてね、人同士の関わり合いの中でもいろいろあることじゃないさ。そうですね。だからそこにまたね、うん、AI という厄介な問題がこう絡んできたと思うと、いろいろ頭も痛いっていうこともあるけど。そうですね。ね。さあ皆さんはね、こういう話ね、木の皆さんはこういう問題と言ったらいいのか、こういう現象と言ったらいいのか、現実と言ったらいいのか、どういうふうにね、受け止めるか、形容しがたいですね、うん、どういうふうに皆さんもお考えになって、どういうふうに受け止めるか、うん、その辺がね、ちょっと聞いてみたいなっていう気がするんだよね。私は敵になるのか味方になるのかは、うん、私はね、敵になるのか味方になるのかは、これはなんだろうな、利用する人が最終的にはこう決めていくことになるのかな。受け入れる人が多くなれば味方になるだろうし、違うんじゃないっていう人が増えてくると、それはね、ちょっと違和感を持つ存在になってて、敵とまで言うかどうか分かんないけど、なかなかこう相入れない存在みたいになっていくのかな。その辺のところは最終的にはね、その専門家とかじゃなくて、そのサービスなりなんなりを利用する人だとかね、そっちの方になんかこう委ねられているのかなという気がしなくもないんだよね。いやー、絶対そうだと思いますよ、本当に。なんて、一人二人がどうこう言ったからってさ、なんか変わるとかいうもんでもないんだろうけれども、ちょっとね、確かに、本当どうなるんだろうって、
いやめちゃくちゃ悩ましいところだなとは思います。まあ、でも私も注意しなきゃなとは思ってはいるんですけど、結局そのどうしても感情論、要は好き嫌いで結構こう何でも最初物事と入ってしまう傾向にあるので、結局その感情があると、まあ例えば好きで入ったらいい情報しか要は目に入ってこないわけじゃないですか。だからこれはいいものだっていうふうに考えちゃうけど、でも逆に嫌いって感情から入っちゃうと今度は悪い情報しかどんどんこう自分の中で仕入れていかないから、これは悪いものなんだってこうどうしても感情でそう決めつけちゃうところがあるかな、自分もちょっと反省しなきゃいけないと思ってるんですけど、だからやっぱりこうちゃんと、メリットデメリットどっちの両面もちゃんと見た上でやっぱり判断して行かないといけないなというか、行きたいなっていうふうに今日この話をしてて改めて思いましたよね。うん、ちゃんとね、その正しく物事のありよう、まあこれ人もそうなんだろうけど、物事のありようのね、うん、本質ってどこにあるんだろうっていうことをね、まあ、考え続けるしかないのかなという気がするんだけど、確かに、うん、どんどん複雑にね世の中なっていってね、それを考えてもなかなかすぐにポンと答えが出ないなんていうことも増えていくんでしょうけれども、まあそれでも考え続けざるを得ないんだろうなとは思うよね。うん、本当にもうでもなんかこういうその好き嫌いから要は入って変わっていくってなってくると、なんかもう全てのものにおいてそうだなって今思い始めてきちゃってAI だけに限った話じゃなくて、まあね、まあ、大体人間はさ、うこう好きか嫌いかどうでもいいぐらいの、ね、ざっくりしたところで、いやその3つぐらいしかないわけでそう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 なんですよ、だからその、ね、ニュース番組とか、うん、あとはその事件とか犯罪とかそういうのとかも結局世論の世の中のこう意見としていろいろ出てくるので、結局その例えば、まあ、要は注目を浴びてる人が、まあ、パッと見た時に好きか嫌いか好みかそうじゃないかってなってくるだけで一気にこう変わるっていうのを何かの記事読んだことがあるんです。その要は犯罪を犯した人が、まあ、いわゆる、まあ、こう身なりが、美しいであったりとか、まあ、いわゆるイケメンと言われるタイプであったり、可愛いと言われるタイプだったりすると、なんかそれだけでこう批判のこう声が減ったりする傾向にあり、逆に見た目がちょっとあまりこうちょっとどうなんどっていう言葉もちょっとあれですけれども、そのイケメンだとか美しいとされる人とちょっと相反するところにいらっしゃる方とかになってくると、もうその見た目だけでもう嫌いみたいな感じになって、もうその人の人格から何から何までごちゃ混ぜに否定したりとかっていうのがあるなっていうのが あるみたいなことを前なんかで記事で読んだことがあって、本当これ確かにそうだよなと思って、もう見た目から好き嫌いでもう全てみんな決めてるよなっていう、ごめんなさい、なんか話にちょっと収集つかなくなってきたんですけどまあね、人っていうのはその視覚からね圧倒的に多くの情報を得ているので、そこのね、うんうんうん、その見た目の好き嫌いで物事を良し悪しに結びつけたくなるっていうのは、それはまあそういう傾向にあるんでしょう、きっとね、その本能的にね、うんうんうん、でもそれはちょっと気をつけたいよなーっては私は思ってるんだね、うん、何でも、いや、本当気をつけたいです。そう、何でも疑ってかかるという、最初にそうですね、事実として間違いないよっていう客観的なものはまあともかくとしてね、うん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 、ただその起こった出来事の全てを見ないうちからそのよし悪しを判断すると、もしかしたら間違う可能性あるんだなっていうことは、もうこのね、その、どうもこのコロナ禍でさ、いろんな情報がこうね、まあ、情報自分が出歩かない分だけいろんな情報が入ってくる、いろんなものに触れる機会が増えて、その中でこう、うんうん、なんていうのかな、ちゃんと全体像を自分で理解したと言えないうちにね、その印象だけでもってよし悪しを判断するっていう機会がもしかしたら私もね増えてるんじゃないかっていう、ちょっとそういう危惧するところはあるよね。いやー、てかそれは私もめちゃくちゃ思います、本当に。
でそれはね、もしかしたら、ね、とんでもない勘違いやその判断の間違いをする可能性があるんで気をつけなきゃいけないなって思ったりもするんだけどね。本当そうなんですよね、うん、まあ、ただあの調べ方がなかなかね、あの難しいですよね。あのその表と裏じゃないですけど、いい面悪い面どっちもじゃあ探しましょうってなった時に、あの探す術をちゃんと持ち合わせてる方は多分あのいいところも悪いところもちゃんと見れるんだと思うんですけど、探す術すらちゃんと見出せてない人は結局そのいろんな人の感情論のごちゃ混ぜになった論理というか言葉とかを見て、あやっぱそうなのかなって思っちゃったりすることがあるので、いや本当良くないなと思いながらも、良くないなと思いながらもすごいそれに流されてるなって、ちょっと自己反省ですけどもここまで来ると、いや竹内さんがね、あ私よって思いますけど、何かあった時にそんなことをする人だとは思いませんでしたと言われるか、うん、いつか何かやると思ってましたと言われるかっていうね、あの同じことをねそう同じことをやっても、ね、同じことをやってもそのね、そういうそのなんていうのは、まあ、まあ、思い込みからね、思い込みからそういうふうに、あの言われてしまうっていうね、あのことって確かにあるよね、人の世にはね。でそれに、ね、それに安易に乗っからないようにしたいなとは思うんだよね。まあ、ちょっと今日の、ね、お題とは話ずれてきたけど、あすいません、そうだいぶずれてすいませんなんですけど、ね、あれなんですけど、まあ、要はね、その人が最終的にはね、そのどう使うかどう決めるかっていうことなんだろうなという意味では、うん、そこも似てるかなっていう気はしますけどね。確かに。ちょっと一瞬ごめんなさい、また変えますね、はい、あもうだいぶ良き時間になってきたのでね、大丈夫かな。はい、すいません、あのちょうど充電してるモバイルバッテリーの電池がなくなったので、今度はそっちか、意味がないなと思って忙しいな、ないない状態です電池が、はい、さあさあもうね良き時間になってきたので、ね、でもそうですね、うん、でも、はい、すごい話が最終的に脱線して本当に申し訳ないんですけど、まあ、結論としてはでも敵か味方か判断するかどうかはもう私たち人間の、ね、あの見方一つですよねってことですよね、結局、うん、見る視点によって敵にも味方にもなるし、使い方によって敵にも味方にもなる、味方だと思って使っていたらね、もしかしその死に至らしめられることもあるという、そういう道具なんだというね、 AI ってっていう、うん、だからまあ、使い方はそれなりに注意しなきゃいけないんだろうけど、むやみに怖がるよりはちゃんと向き合った方がいいんじゃないかというようなね、あの取り組みもあるので、そういうところはこうちょっと注目していきたいかなという気がしますよね。そうですね、うん、本当にその通りだと思います。はい、というわけで、はい、ね、今日はあの生成系 AI は敵か味方かというね、まあ、あの漠然としたテーマで話し始めたんですが、まあ、途中ちょっといろいろ脱線もしましたけれど、ね、本当にごめんなさい、失礼いたしました皆さんはねどういうふうにお考えになるでしょうか、ね、またあのね再放送の再配信の時でも結構ですので、ご意見聞かせていただけたら嬉しゅうございます。お願いします。はい、それではですね、あそうそう、あのちょっと最後に、来週ね、あの8月7日はですね、ちょいとお休みをいただきまして、でいつもだったらね、あの東西の音声表現者でやってみるシリーズの日なんでございますけれども、今回はちょっと今月8月と9月はですね、ちょいとあの東西の音声表現者でやってみるシリーズはお休みをいただきまして、10月のね第2位だったかな私の講演が終わった後でね、やる予定でございますので、ね、ちょっとそれまでしばらく、お待ちいただければと思います。もう私もねちょっと明日から稽古が始まるんで、ちょっとパニックっておりましてね、いろいろとね準備が進まなくて、はい、なので、次回の極楽研究所は8月14日の月曜日ということになりますね、はい、お間違いのないように、まあ、それまでの間に忘れられていないといいですけどね確かに、あじゃああれどあれはダメなんです、あのゲッあダメダメ、なんか再放送の再放送をさらに流しておくみたいな、再放送の再放送なんだそれ2回やるってこと、再放送
なんかその7時からじゃなくてあえて 10時からにしてます。私ねちょっと来週 ね、帰れ、その時間に帰れるかどうか分かんないんで。そうですよね、うん、なんで、お休みをいただいてるので。そうですよね、はい、その通り、そのためのお休みですもんね。そうそう、失礼いたしました。なんで、ね、次回は8月14日ですのでお間違いのないように。はい、はい、それでは今夜もね、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いつものようにエンディングテーマの後でお別れということにいたします。はい、それでは今夜はここまでということにいたします。また再来週の月曜日夜10時にお会いしましょう。おやすみなさい、はい、良い夢を。